夜とせるか。ほう、夜するか。まだちょっとなんかすごそうな感じがすんね。ビールのはビールコスか。ビールコスエリアどうだ。どうだ、ここか。コリアンドルでここが。なるほど。盗賊ギルド誰だ。あいつか。まあ行けばわかるでしょう。あ、バードラック。やばいことになっちまったぜ。何者だ。見慣れてるよね。この人はあれだな。なんか遠距離、銃か。銃ってか、ボーガンか。あれ、この人なんかあれがエージェント。あなたはやりすぎたのよ。なんか強欲なあれかなんか。一体何をしたって言うの君は。こら、いつまで寝てんだい。仕事どうしたの。面白いなこれ。なんかぬってな。何言ってんだよ。タイムの木なんて腐っちまえよ。掃除もしなくちゃならないのからね。なんかまともの、結構まともの言ってんだ。おお、なんかいいあれだね。おっさんって感じがしていいよ。なんか何言ってんだか。この人母親なのか。前に聞こうと思ったんだ。はあ、はあ、サボテンの一種でね。ああ、サボテンなんだ。へえ。なるほど。そのつまねえって流れでひでえな。なんか死ぬ間際になんか、みそな感じでその咲いてるとことか、なんか。めでたいやつらだね。結局寝るのか。まったく。なんかいっぱいいるな。よくわかんねえやつだが。明日また来るといい。ザボドを無理やがって。なるほど。もう死に顔いでんじゃん。こんなのつまんねえ。諦めたのか。もうやばいね、だいぶね。あ、
なんかすごい笑顔だな。あれか。俺はあれだろ。お、なんか結構乗り気な感じかな。あ、嬉しそうにしてんじゃん。違う。違うんだ。だが、今は何やってきたか思い出してみるのに、そんなになんか悪どいことあるかなんかやったのか。俺はどうなっちまうんだ。元町もあるよ、これ。待ってくれ。ちょっと待ってくれ。怖い原因が、なんか面白いな。思い出すからよ。多分。老人よ、どうした？騙してこれぜひ。国のスパイ、いろいろやってんな。思ってるなんかあれだね、なんか分からんといいだな。どうすんのこれ。ちょっと待ってくれ。時間の無駄だな。それはいいことに入ん。あれは確か、お、3、4年前だったか。はっきりと覚えてねえが、確かそんなもんだろう。俺はあの時、ビルノアで仕事をしたんだ。いや、早まんなよ。仕事ったって、そんなひでえもんじゃねえ。あれだ、護衛、そうさ。護衛を引き受けたんだ。誰のって？ああ、それは奴隷商人のさ。だから眉を潜めるなって。いいからとにかく聞いてくれよ。まあ思い出すのもこっぱずかしい話なんだがよ。あれだ、枯れた村なんていくらでもあるもんだよ。食いぶちを減らすのに実の娘を追っ払うなんて日常茶飯事のことなのよ、ビルノアの特に北部で。商人の護衛を引き受けた時に7歳くらいのガキがいたんだ。どこにでもいるガキなんだが、名前は忘れたな。とにかくなんか状況がよく分かってねえらしくて、あろうことが俺に懐いてきやがって。こっぱずかしいな。だいたい話は読めただろ。もういいだろ、いいから話せって。だいたいこの奴隷商人ってのがクソムカつく野郎でよ、いいねの半分もよこしやがらねえ。おまけに話とは全然違うクソ危険な近道とやらを行くとか抜かしやがって。要するにだ、俺はその仕事を
すっぽかしたのさ。もちろん金はもらえねえ。だがその代わり、そのガキをちょいと連れ出したんだ。出発の直前にな。そのガキは相変わらず状況がよく分かってないらしくて、お兄ちゃんはなんて聞いてきやがる。脳が電気だったんだろう。まあ俺はその奴隷商人を困らせてやるためにガキを連れ出したんだが、面倒くさくなってな、教会にこっそり置いてきたのさ。俺の家だって言ったら信じてたな、あのガキ。立派な十字架が立ってるのによ。あれ、ちょっと待て、もしかしてガキがかわいそうになって連れ出して孤児院まで連れてったって言った方が投げたのか。ちょっと判定。闇を生きてきた男が出会った一輪の花か。バルキル面白いな。なんか行かないのか。あー、なるほど。なんかいい、めっちゃいいじゃん。よかったじゃん、なんか、すごく。バドラックいいな。めちゃくちゃいいんだけど。すごく、なんか俺的にはかなり、いいあれだったんだ。いやー、ちょっとこれはもう、速攻バドラックでしょ。どう考えてもそうでしょ。なかなかいいあれなんじゃん。行くでしょ、これは。そうだ。バードラック99、せっけい、多いな。ガッツで、まずガッツ。ガッツの、あなたレベルいくつ ?15 か。まあ、15だったらまだ、あ、まあいいか。とりあえずは。なんかスキルが少ないよな。まあ、そのような感じがする。リリリンリンリン。いや、これは楽しい。ふん、ははなんかいろいろ戦利眼とかあるんじゃないか。馬地味、根性主。これでまた俺がちょっと送り忘れるって可能性あるか。基本は武器装備してる。プレゼントでもらっていくか、じゃあ。あ、そう、これなんか手に入ったよな、そういえば。はあはあ。反撃を、へえ、そうなんだ。なるほど。まあなんかいろいろあるな。スタンチェック、あ、なんか結構、あれマイティチェックなんだこれ。あれ、いつ手に入った。ガードクラッシュ、ガードクラッシュ、あれなのかな。なかなか良さげな感じじゃないですか。エストック、気絶のなんかあれ、いい気がするんだ。なんかないか、なんかいろいろ見落としたような気がしたんだが。そういうす。まあまあ、これは、これは OK か。まあ、ここら辺もまあ、なんか今んとこはなんか大丈夫な感じですね。とりあえず OK。とりあえず OK。エンジェルキュリオ。何これ、あ、なんだこれ、あれなんか冬だな。あれ、こんなんあったっけ。物理だよ、こんなんやってないじゃん。へぇ、自動復活。エンジェルキルな、めっちゃいいな。無効化でした、ほん。こういうのあれなんじゃないの、ちょっと。3400か、イコール当てもいいんじゃないか、これなんか。30%。なんか強くない、これ。30% 強くないか。
コンボ。あ、なるほど、マテリアルピアス。なるほど、パララ、ストーン。このお色持ってるの、これなんだ。溺れなくなる。あー、なんかいろいろ、なんかめっちゃ増えてない？あと性質で、これっていう全滅させ。何それ、なんかそれはなんか強制的なあれなんかな。それ良さげな感じじゃないか。それなんか困る、なんか手に入ったよな、いろいろ。あー、これもらっとくか。で、え、めっちゃ強くね。いや、めちゃくちゃ強いんだけど。あ、え、ちょっと待って、何事、何事、これやばいね。これやばいだろ、これ。これやばいよ、急になんかあれだな。これ他になんか誰かなんか持ってんのか、そういうなんか類の。エクストリームガール。あー、なんかいろいろ持ってんな。謎の物体を。で、止まるっていうのがちょっと怖いんだよ。プライムバニッシュ。浄化。まあいいや、まあそれでもとくか。クラックリング、クラックリングが新たな。どうすっかな。エナジーリング。エナジーリングじゃなかった。これが取った。シャドウクリスタルなんかあってもいいんじゃない？これはまああっても良さげだかな。ああ、ベラドンだ。コンボポーション。いかがでしょうか。いろいろありますね。プライムエリクサー、ここら辺がなんかあれだったよな。そう、クリスタル系があれだよな。クリスタル系強いんだよな。そう、こういうなんかやつをなんかちょっとポロってやるような感じ、いい感じなんじゃないの。リリリリン、この謎の、あー、どうすっかな。まあそんな感じか。じゃあこれ作ろうぜ。やりこれちょっと1個あってもいいでしょ。これがアリーの 30% は良くないか。しかもこれでなんかこれだったら良くない。これちょっと適当にぶっぽすれば相当強いんじゃん。あー、でもこれがあんのか、難しいな。これ最初まあでもいいんじゃない。こういう、マイティチェックいいな。だったらもうこれでいいんじゃない。で、ちょっと魔法系の、あなたを。あー、まあ、フェアリーでいいか。レベル上げするときだけなんかあれでいいんじゃない。そういう感じでもいいかもしれない。もしかしたら。まあ、そのような感じでやればいいんじゃない。ちょっとまあ、とりあえず、あれでいいか。適当にやって、また次のとこに行くっていう感じでやっていくかな、じゃあ。では。さらばだ。